花園町中古戸建てのご紹介です。玄関は吹き抜けになっていて明るく開放感があります。リビングは南西側に出窓があり日当たり良好です。2022年7月に内装一部リフォーム済みです。縁側は庭につながっていて使い用途様々です。キッチンも新品交換済みで都市ガス対応です。給湯は灯油ボイラーです。洗面台と浴室もリフォーム済みです。トイレは1階と2階に完備してます。2階には広いフリースペースがあります。洋室10畳も日当たりが良いです。青葉駅まで徒歩3分、小中学校も徒歩10分ほどで生活の利便性良好です。駐車は敷地内に縦列で2台可能です。物件の内覧も可能です。お問い合わせお待ちしております。